警視庁は元軍人グループがクーデターを計画していることを突き止め、12月12日13人の容疑者を逮捕。400個の鉄兜をはじめ、防毒マスク、手榴弾、ライフル銃など多数の武器を押収しました。クーデターの内容を発表する柏村警察庁長官。旧軍人党を中心としますグループによりまして、閣僚その他政府政党の要人の暗殺計画が進められておったのでありますが、秀密な来年2月に決行と決め、社会党総票などを一挙に襲撃することになっていたものです。左から小池、篠田、靖木ら陸士でのグループに515で犬飼首相を暗殺した三上拓が加わり、東京新宿のアパートに集まって防御を凝らしていたもの。資金源とみられる戦前派右翼の川波は韓国との密貿易で稼ぎ、押収された武器はこの土蔵に隠されていたのです。そして戦後派右翼の川下は千葉県市川に軸を開き、青年層に右翼思想を叩き込むなど革命要員の養成に力を入れていました。この日の夕刻、福岡で逮捕した桜井徳太郎元中将も空路東京に護送。日華事変やビルマ戦線で名を売った桜井はクーデターの精神的支柱としてグループに大きな影響を与えていたものとみられています。韓国のクーデター以来、こうした右翼の動きが目立つようになり、戦後16年を経た今日、軍国思想が生きているとは肌に泡を生ずる思いです。自衛隊もクーデターに参加するよう再三にわたって誘われており、ある幹部は、まあ、自衛隊に対しては昔の俺の同期生がおるというようなことからね、あるいは安易な、ね、気持ちで働きかけてきたかもしれないと思うんですね。しかしいずれにしても自衛隊に対する彼らの考えは極めて甘かったと。我々はもうああいう働きかけに関して絶対に動じないですよ。私は今度あんなことをやって果たしてついてくると判断したんだろうかという点にね、疑問を持ちますね。実に甘かった。